よし、じゃあ、電子トリガーを乗っける準備をしていきましょう。はい、では、これね、いいところはね、この線を外したままつけられるんだよね。うん、後でね、ハンダ付けできちゃうので、バージョン3はね。すげえ便利。つけてる最初にさ、線がついてるとさ、うわーってすっげえ邪魔なんじゃん。うん。なんかね、嫌なんだよね、あれね。だから僕は最近はもう、外してやっちゃいますね。その方がね、急がば回れってやつですよ。よし、ちょっとここ削っとこうかな。この頭削るとね、だいぶ違うんだよね。よいしょ。まあ、前々からね、見ていただいている方は、もうね、耳たこかもしれないですけど、まあ、この動画でね、初めて僕のことを知っていただいているかもしれないので、一応ね、T238 バージョン3についての、取り付けを少しだけ軽く解説しておきます。はい。T238、バージョン3用の、電子トリガー。まあ、これをね、乗っけるにあたって、まあ、いくつか注意点がございます。注意点その1。その1はさっきからずっと、くどく話している、セクターとスパーギアとの間の距離を必ず、0.2 ミリを以上ね、必ず開くように、SIM 調整をしていただく必要がございますと。はい。まあ、それはなぜかというと、この後ろに、これからね、セクターギア検出用のシールを、貼るんですが、それがね、スパーギアとガリガリ当たって、粉々にね、なってしまうので、そうなると動作不良に直結するので、それを防ぐためには、必ず、スパーギアとセクターギアの間を 0.2 以上開けるようにしてください。はい。じゃあね、僕はもう今そこをチューニング終わったので、こいつをね、汚い手で取ると、剥がれるので。よっしゃ、これはね。まあね、T238 みたいなね、なんだろう、こうマニアックな電子トリガーに手出す人はね、まあまあ、大体わかってる、わかってる。うん、違うな。自分で何とかする人多いと思うんだけどね。よし、こら、ショット。よし、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 よし。よし、くっつきました。じゃあ、これを、話長くなりましたが、解説の続きを行きましょう。T238、はい、のバージョン3を、これをね、ここにつける場合、ここにこうやってね、ポンってつくわけですけど、ここをね、ネジで止めるわけですね。もともとここについてたネジをそのまま流用して止めるんですけど、それをね、そのままバカ正直に、ポンポン、ギュッて締めると、ネジの高、ここがね、高すぎて、ネジが浮いて、この基板を固定できないんですよ。で、それを防ぐために、一応ね、こういうね、プラスチックゴムみたいなね、ワッシャー素材のやつがついてくるんですけど、これもバカ正直に乗っけると、今度は、ネジの頭が、ここをこするんですよ。この裏側。うん。をこすって、やっぱり、このね、セクター検知用のシールを、ガタガタにしてしまうので、そう、このね、二つの要素がね、このバージョン3用の難しいところなんだよね。うん。で、それを防ぐために、まず1個目にあるのが、今ここね、ヤスリ削ってたと思うんですが、ここのね、ヤスリ掛けが必要ですと。はい。で、すると、ここが、まあ、ここの基板の表面と、つら位置になるまでにやってくれれば、今度は、あとはネジ止めの問題なんで、はい。もうね、ここ、もうツルツルで辛い位置になってるので、はい、止められますと。はい。で、次の問題が、もともとここに入ってたネジ、これなんですけど、これをね、ここに止めるときにこのワッシャー使うわけですよ。それとこのワッシャー分高くなるわけですよ。このネジが上にね。そうすると、またこの頭がこの後ろを擦るんですよ。もうね、なんかね、三重苦でしょ、これ。でね、対策するには、ここをこうしっかり握って、ここをね、噛み合わせでギゴギゴギゴってやるか、僕みたいに、チート的なものがあると。はい、音で分かったと思いますが。はい、チートを使って、頭をね、ここまで、削ぎ落としてきました。はい。
で、じゃあこれでね、ようやく取り付けられる状態になったので、僕はこれでね、取り付けようと思います。取り付けて、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あれ？よーし、くっついた。はい。かなりね、この2つの対策をすると、こんな感じでね、ここを薄くできます。はい。なので、これでもう僕はこれ対策終わったので、このままこれをつけても、ネジの頭がセクターギアのね、裏側に当たることはございません。ほら、こんなに隙間空いてるでしょ、ほら。ね、絶対当たんないでしょ、これ。うん。よし！というわけで、対策終了です。じゃあね、あとはこれを戻していって、どうなるか見てみましょう。はい。一旦ね、さっき組み戻したんですよ。で、組み戻して動かしたら、はい、火を吹きました。いやー、やっちまったねー。これ見えるかなー。ほら、ここ飛び出てるでしょ。ね。まあね、これはね、60の100アンペアだったんですよ。あのね、火を吹いた原因、直接火を吹いた原因かどうかわかんないけど、なんかね、こっちはどうも、セクターギアの検知がね、できてなかったみたいで、引き金引いたらね、プーって言ってエラーになっちゃうんですよ。あれ、これセンサー壊れてんなと思って、もう一回引いたら止まんなくなっちゃって、もう次、したら、バーって言って、あ、やべえって切って、で、もう一回入れたら、ピュッまあなんだろうね、相性問題かな、わかんないけどね。前回のね、やつはね、これよりスペック低かったんだけど、まあね、全然問題なく動いてるんだよね。まあ、よくわかんないね。でね、今、これが60の100アンペアだったのに、こっちはね、100ボルト70アンペア。うん、こっちはね、今問題ない。うん、すごい快適に動いてる。というわけで、こっちの、もう片方のね、別の種類のやつで付けたやつを、使っていこうと思います。はい。で、もう一回開けて、中身入れ替えてね、もう一回取り付けた感じです。よし。というわけで、ここのね、セレクターポジションセンサー。ここのね、調整をしていきたいと思います。で、このセレクターポジションセンサー、まあ前にもね、AK の T238 何度かやってるから、まあそれ見ればわかるとは思うんですけど、まあ、まあこの動画初めて見ている人がいるかもしれないんでね、一応解説しておきます。はい。T238 のセレクターポジションセンサー、ここについてるんですよね。で、これをどうやってセレクターの位置をね、機械に教えてあげるかというと、まあここにね、これシールを貼ってあげるわけですよ。で、このシールを貼る位置がすっげえ重要で、AK すげえめんどくさいんですよ。何がめんどくさいかっていうと、一旦プレートとここのね、カム、このギアのとこ組み立てて、で、このね、このシーソーみたいなやつつけるわけですよ。で、一旦組み戻すわけ。で、一旦組み戻して、で、組み戻して、セレクターレバーをね、こうつけるわけじゃないですか。で、つけて、要はね、フルオートの位置が知りたいわけです。フルオートカチャってやると、ここが傾くわけでしょ。ここでガチャーンつって、ね。で、ガチャーンって傾いたら、そのままこれを引き抜くんですよ、こうやって。で、引き抜くと、要はここの位置がわかるわけね。これもう僕はもうここにね、印書いちゃったんだけど、要はここが、ちょうど、フルオートの位置ですと。で、裏返して、で、同じ場所にね、ちゃんと、フルオートになる場所をね、こうやってマーキングしておきますと。すると、もうバラした状態で、ここのね、位置がわかるんで、今ここが、一番奥にいた状態がセーフティー。で、このラインを超えたところで、ここでフルオート。で、これをさらに超えると、セミオートっていうわけですね。そう。だから、この黒いラインを、この黒いラインにね、入って、これを超えた時に、プッってなってほしいんですよ。プッってなると、要は、この T238 ってのはフルかセミかどっちかしかね、認識しないので、セーフティーってのは認識しないんですよ。なぜかというと、セーフティーは物理的にここでロックがかかるから。だからね、気にしなくていいんですよ。けど、セミとフルをね、検知するには、ここのね、絶妙なラインが必要なんでね。というわけで、これをね、ちょっと調整していこうと思います。はい。じゃあ、今ね、電源入れましたね。じゃあね、
ここが今、フルオート、セミオート。で、大体の場所をね、まずこれで見るんですよ。ここが、フルでしょ？うん。ここで鳴ったね。ここで鳴ったじゃん。うん。だから、この辺にあってほしいのよ。うん。で、戻ると、あんまりね、明るいとこでこれ調整しない方がいいです。うん。結構ね、いろんな光を取り込んで勝手に反応しちゃうんで、ちょっと今ね、照明を落としました。はい。ほら、動くでしょ？だから、今、フルオートですと。この先に動いた時にプってなってほしいわけね。こんな感じで。うん。だからちょっと戻って、またここでプーになるみたいなね。だから、だいたい、この辺だね。OK？ テープを。シールを剥がして、この表面がね、油とかついてると思うので、ちゃんと取って。セーフティー、フル、で、フルから、セミに入った時にプってなってほしいわけですよ。この辺かな。これでどうだ？あ、なったね、ほら。ね。で、セミからフルに戻る時もプってなってほしいわけよ。おお、これ完璧じゃん。うん。だから、まとめると、一番前奥まで持っていくと、ここがセーフティーです。で、フルオートになったときは、フルオートに入れたときは何もならない。ここね。ここでストップね。OK？ 今なってないでしょ？で、次。ほら、プッてなったでしょ？うん。これ重要。で、さらに重要なのは、戻ってる最中にプッてなるのが重要。おお、完璧じゃん、これ。よっしゃ、この位置で完璧だよ。よっしゃ、ここに貼り付けたじゃないですか。で、これね、まあ剥がれます。剥がれるので、ボンドでね、固定することをお勧めします。僕はね、まあ、いつもゴリ押ししてるゴリラグルー。をね、点々と点付けしてます。はい。どんなボンドでもね、いいと思うんだけど、まあ、紙とかとね、相性が悪いボンドは、まあ、なるべく選ばないんで、まあ、結構ね、ボンド G17 をね、いろんな、結構有名なボンドあるじゃないですか。うん、あれでも全然構わないと思うので、あれも結構紙くっつくんでね。結構ね、この手のボンドはね、材質が違うもの同士のね、くっつきがいい、くっつき性能がいいので、うん、まあ、僕はもう、ゴリラグル一択です。よし。まあ、その昔はね、こういった、なんだ、違う材質のものをくっつけるときは、ボンド G17 使ってました。うん。今でも愛用しますよ。うん。よし。というわけで、この、ボンドがね、固まれば、もう、組み込んで OK っていうわけですね。はい。じゃあ、あれだね。ちょっと今、動かしてみようか。うん。動かしてるとこちょっと見せてないもんね。これ AIP モーター大丈夫なんだね。ああ、こんな感じでね、快適に動きますよ。ね、快適でしょ。で、これをフルにすると、完璧。よし、というわけで、この次はね、完成させよう。この次の段階でね、完成させたところをお見せしようと思います。はい、というわけで、ね、今回はね、15分前のね、魔改造 AK プロジェクトで搭載した、まあ、ボッチンさんのキットでは、ちょっとね、秒間50のね、DSG に耐えられないので、今回ね、また T238 をつけるついでに、まあ、T238 をね、今まで僕が使ってきた中で、いろんな情報をね、全部ギューッと詰め込んで、ちょっとお送りさせてあげました。はい。というわけで、こんな感じでね、できております。はい。ね、こんな感じで、はい。これがフルオート。ほら。で、セミ。はい、ちゃんと。はい、こんな感じで打てるようになっております。はい。というわけで、今回ね、T238 を修理して、ちょっと、一旦焼いちゃったけど、まあ、最終的にね、このパーツを使えば、またうまくいくっていうね、データが取れたので、概要欄にね、一応、秋月電機さんの、リンクを貼っておくので、もしね、やられたいという方は、お試しいただければと思います。はい。じゃあ、そんな感じで、今回もご視聴いただきありがとうございました。じゃあ、またね。